オッケー、ジャスト回避ちょっと長かったね。オッケー、桃源突火避けれる。おい、よしよし、火力は十分だぞ。さあ、これジャスト回避されないように俺があえてジャスト、はい、回避を挟んでタイミングをずらす。オッケー。はい、どうも皆さんこんにちは、ひたまゆです。こんな挨拶だったっけ。まあいいや、とりあえずね、今日はフルブキット、まあそれプラス海軍サポートをつけました。で、それプラス俺のニックキウソップくん対策としてロギアもつけて、まあこれで通常攻撃受けるダメージが、まあ、50% 減少からの、よろけるの 100%、もうよろけなくなると。オッケーオッケー。さあ、これでもうウソップも怖くないと。まあ、それプラス、うん。あ、ないや。もうないや。海軍とロギアだけだったわ。まあ、グランドラインもついてるわ。そうだね。グランドラインもつけて、まあ、赤属性を、最近のね、赤属性強くなってきたんでカットすると。いや、こうなったらきっと結構ありじゃないかな。いやー、海軍で吹っ飛ばす。だって、吹っ飛びは HP 回復するんですよ。吹っ飛ばしの。もう完全に吹っ飛ばし対策ですよ。でも、やっぱり吹っ飛ばされて旗を取られることもあるんで、やっぱり海軍をつけて、理論上最強じゃない？もしかして、桃源突火とカムサリだけじゃない？きついの。あと、チャージスキルか、ロジャーの。いや、完璧だ！ということで、やっていきたいと思います、レッツラー。はい、ということで、1戦目やっていきたいと思います。皆さん、よろしくお願いします。これ、もう、パーフェクトキットっすね。もう、完全体究極完全体キットが出来上がってしまいましたと。おっと、これはちょっと上の人かわいそうじゃないか。大丈夫かな？いや、まあ。あ、逆にね、虹目を一気に攻めていく戦法かな。あー、来るなー。いや、でもね、正直言って、桃源突火だけを回避できてしまえば、全然怖くないですね、多分。うわ、やばい。待って、これ崩壊してね。あ、俺がそっち行けばよかった。あ、崩壊したわ。終わった。崩壊してしまったわ。俺がそっち行けばよかったかな。オッケー、吹っ飛ばせ。オッケー。待って、キット対キットは不毛だって、多分。で、相手の自陣の方がやっぱ有利だからさ、俺不毛よ。不毛すぎるよ。相手の方が有利だよ。だって、こっち、お宝エリアだって、ディフェンダーとしてさ。オッケー。はい。はい、ホールインワン。完璧ですね。完璧なこっちに来たかったという。オッケー。普通にキッド君ね、戦闘性能も地味に高いんですよ。はい、そしてこれは、完全に僕のせいですね。待てよ！オッケー。さあ、あれだけ食らっちゃいけねえな、ロー君のあれ。火力高、まあ、チームブーストじゃん。そりゃチームブーストだって。でも走り、あ、でも体力ミリだったかね。いや、ちょっと今のしくったな。普通に下手くそだったな。まあ、しょうがない。オッケー、切り替えとこう。まあ、正直言って、今日僕偏頭痛だったんですよ。だちょっと今体調がね、ちょっち悪いっていうか、いや、ちょっちというか、だいぶ悪す。もうだいぶ悪すなんですよね。まあ、オッケー、とりあえずもうこんなんもう、スキルぶっぱす。はい、オッケー、ナイス。はいはい。まあ、今の僕のも当たってましたからね、ちなみに。ちゃんとね、ちゃんと言ってく。僕守ります！オッケー。俺が不動のディフェンダー、今から見せます。さっきのはやっぱチームブーストはさすがに耐えきれんよと。まあ、言いたいところよと。では、ロー君のさ、じゃあ、ルフィローの火力やばくなかった。通常攻撃1万とか食らってなかった。これ見てなかった。最悪。こんなこと当たることある？オッケー。はい、はいはい、吹っ飛ばない。はい、全然吹っ飛びませんと。さあ、ここはジャスト回避を挟んで、やばい、相手にもやるから。オッケー。はい、吹っ飛ばない。いいね。でもちょっと待って、これ相手すごい回復するな。よいしょー、オッケー、完璧。はい、吹っ飛ばない。やばい、理論上最強かもしれん。これどっちの、あ、これ、おい、待って、理論上最強キットが出来上がってしまったかもしれません。これは皆さん、これ理論上最強ですわ。いやー、これマジで理論上最強説本当に高いぞ。おい、試合にも勝ってしまったら、オッケー、さすがに。オッケー、吹っ飛ばい。オッケー。あ、でもこれ回復するのか。さあ。あ、ほらほら、もうみんな逃げちゃった。理論上最強ってことバレちゃったから。バレちゃったか。オッケー。おい、理論上最強なんで、うちはよ。うちのキット理論上最強。ありがとうございます。理論上最強だな。はい、ということで2戦目やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。いや、どうですかね。いや、このパーフェクトキット、いや、マジでパーフェクトだと思うんですけど、どうと思います。いや、うざいな。いや、パーフェクトって言ってんなら、じゃあ自分で自信持てよと、まあ言いたいところかもしれませんが、まあそこは少し、あ、ナイス、ウソップ。いいよね、あそこ当たっちゃうよね。てか俺シャボンディ大っ嫌いなんだけど、マジで。え、これ、うら、ここ、ま、ゲージ溜めに行くわ。行くか。オッケー。ゲージ溜めに行っちゃおう。いや、上行ったらよかったんかな。これシャボンディガチ嫌いなんです。何回も言うわ。シャボンディ大っ嫌い。もう俺もシャボンダム乗ったふりしよう。乗ったふりして。はい、いらっしゃいませ。オッケー。いや、やばいな。え、でもこっちの方がダメージ少ない説あるな。
あ、上登っちゃった。あーこれね、結局時間稼ぎに使われたらこのスキルに次たまんないんですよね。やっぱゲッターってそこが強いし、あ、これ早く上行ってあげよう。リスボン来てるから、オッケーオッケー。さあ耐えてくれ、頑張れ。誰上、ウソップよく耐えた、俺が来るまでよく耐えた。あー間に合わなかった、ごめんなさい。自陣で戦いましょう。さあ戻りましょう。さあオッケー、吹っ飛ばないからね俺の。おいおいおい、いいよ、あれ打ってもいいよ。おいおい、ロギアもついてるからよろけないからびっくりしてるだろう。うちのヒットにはびっくりしてるだろうね。よろけないよ、僕は通常攻撃ぐらいじゃねえ。よし上取れてる、ナイスナイス、引きつけ、よしよし。え、よくね、ロギア海軍。なんだっけ、あとロギア海軍、ロギア海軍グランドライングランドライン、よし。いやでも結局ディフェンダーってブーストでまくられるからな。さあ任せろ。やべ、ちょっと嘘ついた、危ない。え、当たんないですね。よし吹っ飛ばせ、オッケー、これで時間稼ぎ。オッケー、ジャスト回避ちょっと長かったね。オッケー、桃源突火避けれる。おい、よしよし、火力は十分だぞ。さあこれジャスト回避されないように俺があえてジャスト、はい、回避を挟んでタイミングをずらす。オッケー、おでんも意外と90レベルでもいきますよと。よし、あ、裏やばい、裏やばい、ちょっとウソップ、俺お前対策してきたんだ実は今回で。これさ、俺一陣ディフェンダーってどう思いますか、シャボン玉で。俺あんまりね、一陣ディフェンダー良くないと思う。まあ別にいっか。やべ、結局違う旗でこれこっち行ったらさ、登るやつでしょ、誰かが登ってくるんでしょ。いや、あの一陣の人が登ってなかった。あ、行こう、行ける行ける行ける、ここ行こう。あ、食静岡だ、入っちゃダメだよし任せ任せ、とりあえずゲージ貯めろ、ゲージ貯めろ、ゲージ貯めろ、オッケーオッケー。で上行ってきて、オッケーオッケー。さあいよいよ、悪くない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 よね。よしよしよし、上行こう、俺も上行こう。オッケーオッケー、全然悪くない、立ち回りとしては悪くないよ。オッケー。さあやっぱシャボンディでさ、ディフェンダーでちょっとあれだね、なんかやっぱステージによってはだよな。オッケー、さあいいよ。おい来いよウソップ、俺吹っ飛ばないようになってんだ、俺お前対策してきたんだよ何回も言ってるけど。さあ来いよビッグマン。オッケー、あーそれ使っても実は吹っ飛ばないかねえ。オッケーオッケー、あ、やばいやばい、ラディカル結構吹っ飛ぶな。まあしかしオッケーオッケーオッケー、お、全然全然ありがとうございました、強くね。はい、ということで3戦目やっていきたいと思います。いやーちょっとな、シャボンディでこんだけ強いって考えてください皆さん、逆にね。そう、シャボンディでこんだけ強かったら他のステージもっと強いって思いませんか。しかもこれ90レベルまだ、いやーパーフェクトキットじゃないなってか今思ったら、100レベルじゃない時点でパーフェクトではないな間違いなく思うわ。さあオッケーオッケー、ここはとりあえず裏ロジャーだったんかな。うわ、おー全然食らってない。はい、グランドラインもついてますし、さああと通常、あ、遠距離、なんだっけ他に、え、なんかロギアってなんかそういうところあったっけそういうところあったっけ、なんかそれプラス。さあ僕が中央守りますと。オッケー、あ、ルフィと2人でか、まあまあいいだろう。いや早く早く早く、バカ間に合わねえな、バカ。これ回避読んで、おい、え、なんで当たってないの今、戻ろいや無理無理無理、あの2人は無理よ正直。着地狩りするわ、着地狩りという名の、これ回避ミスってもめっちゃ逆、それ食らいたかったわ、逆に食らいたかったんだけどな。オッケー、逃げてしまうね、もう一回来てもいいんだぜ。いやディフェンダー1、あ、ウソップ2か、オッケーオッケー、ディフェンダー2か、オッケー、ののはいはい、登ったふりします。はいはい、誰か来た、俺たちは俺たちの道を行く。オッケーオッケー、回復するからね、ほらブーストでもこのダメージよ。オッケーオッケー、ウソップナイス、それでかいよ、それ本当にでかい、来てくれた、おお、ウソップも強いな、ありがとう、めちゃめちゃありがとう。よしよし、おでんやっぱブーストだったら結構きつかったからね。うん、さあさすがにきつかったと。オッケー、上取ろう、多分裏取り来るけど、これ上取っちゃおう、上取っちゃっていいよな。いやこれ間に合う、裏間に合うけど、間に合うんだけども、やばい、バカバカバカ、何やってん、おいおいおい、はい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 、オッケーオッケーオッケー。いややっぱ結局おでん逃げちゃう、シャボンディこれが嫌いなんよ本当に。え、来るんかい、もう一回来るの、来ようとしてんの、いいよ来てもね、え、もうめんどくさいんだよなシャワー。あ、裏裏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 取り中スタンプ俺つけてないんだよ、守りますスタンプ、あー違うよ、守れないって俺、これどうすればいいんだよ、こういう時、こういう時皆さんならどうします、本当にシャボンディでディフェンダー使わない方がいいかもね。上行こう、もう知らん、わからん、シャボンディの立ち回りがわからん、本当にディフェンダーの立ち回りが分からんのよシャボンディでのね、本当に。さあロジャーだったらいけるよ、言うてロジャーもこのステージだったら強くないからね。うん、オッケー、俺は守る、俺は守ればいいんだろう、
よいしょー、オッケー、スキルに合わせて。オッケー、スキルに合ってるか分かんないけど、これ一陣だ、一陣か、一陣だな、ここだな。任せろ、あとは。よしよし、これがね、判断正解をですよ。どうも皆さん、判断正解をです。はい、オッケーです。はい、吹っ飛びません。オッケー、判断よしおです。はい、ということで4戦目やっていきたいと思います。ちょっとね、シャボンディ多すぎたんで、ちょっと時間空けてやっております。皆さんよろしく。時間空けたって言ったら、まあ10分ぐらいしか空けてない、20分とかしか空けてないけど、皆さんよろしくお願いします。お姉さん大丈夫かい、落ちたのかな。しょうがないね、オッケー、大丈夫、俺らが勝つから。さあ、結局試合に勝てばいいんでね、誰が落ちても。そうそう、でもボットになってほしいな。なるなら、あ、なったっぽいな、コンピューターになったっぽいっすね。オッケーオッケー。さあ、裏取りはちょっと警戒しといて、まあ、ああなったね。多分コンピューターは本当は裏しか狙いに行かないんで、多分あと変なタイミングでスキルとか、まあそこら辺しかないんで、任せろ。オッケー、13000、結構入るな。あー、食らっちゃった。いやー、押したんだよ、まあ、ちょっと喉ガラガラすぎて、ちょっとそっちの方が嫌だわ。本当にうまい、それはうまい。おお、うまっ。2つ止まっていくんだ、それかませないよ多分。大丈夫、オッケー。え、これめっちゃしくった、うわマジしくった。あー違う、押すつもりなかったんだよ、今日手の反応悪いんだよな。あ、ごめん、オッケー、ナイスナイスナイス。あー、おでん取らせてあげたい、ごめんごめん。あ、でもおでんあれ落ちてるタイプか。あ、ごめん、いや落ちてないな、多分あの人落ちてないわ。ごめん、普通に俺が握っちゃってたからだよね。うん、ロー君、どっちが刀剣とつか、俺の。お、神神です、あなたは。まあ、これ貼ってこれ吹っ飛ばないからね。あ、外した、普通に。よいしょ、オッケー、いいよ。さあ、いいよ。さあ、ロー君強いな、ありがとうね、ロー君。さあ、オッケー、うん、オッケー、自陣でしっかり貯めて、スキル2をね、貯まってから攻めるの。あー、でも相手ブーストはちょっとさすがに耐えられないんで、ちょっと引きましょうか。みんながやられたところを俺が一人で守る、そんな感じのヒーローになりたいと思います。さあ、うん、さあ、オッケーオッケー。相手ロジャー、あ、ウソップは大丈夫なんで、うん、相手もブースト来たから吹っ飛ばないんだよね、何より。オッケー、おいおい、逃がすかよ。オッケーオッケー、最悪、自陣に出なかった。あー、最悪だね。さあ、うん、うん、カムサリ、オッケー、使った、オッケー、大丈夫、逃がすかー。オッケー、一人とりあえず消えよう。やばい、それやばい、それやばい、それやばい、けど、じ、うわっ、何そのコンビネーション。だから意外と耐えれてる。オッケーオッケー、ナイスナイス、ウソップナイスナイス、めっちゃありがとう。さあ、オッケー。あれ、さっきのロー君やっぱうまいんだな、ほんとに。やべ、とう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 きついかもしれん。いや、回避ですよね、今の回避じゃなかったら無理じゃないですか、マジで。いや、今の回避じゃなかったら普通に無理じゃないですかね、何回も言いますわ、ほんとに。今の回避じゃなかったら無理じゃないですかね。あ、やべ、これ俺が食わないほうがよかった。いや、こっちの方が早いよね、どっちから行った方がいいんだ。いや、これどうすればいい、どうすればいい。いや、俺が一問、あ、来た、ここからブースト熱いね。あるある、全然ある、全然ある、全然あるからね、これ。何やってんだよ、バカ。オッケーオッケーオッケー、ナイス吹っ飛ばし、ナイス吹っ飛ばし、ナイス吹っ飛ばし、こっちだよね。はい、ということでラストやっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。と、いや、やっぱあれだよね、ロジャー減ったよね、だいぶ。いや、やっぱ吹っ飛ばしがさ、たくさん多いから、チャージスキルがなかなか機能しないのかもね。まあそんな感じはあるけど、やっぱおでんが結局最終的に強いと。うん、やっぱおでんでもぜ、やっぱおでん止めるには一番は結局ロジャーだからねってなるんだけどね。さあ、結局どうなんでしょうね。でも言うてロジャー吹っ飛ばしないからさ、言うてあれなんだよね。うん、わかんないわ、結局何が生き残るか。さあ、とりあえずじゃあここは取りたいあたりだ。ウソップ対策してきてるんで、ちょっと僕チンは。オッケー、これお宝入れないじゃないし、オッケー、でかい、それはでかいね。オッケーで、ナイス、これ取れるよ。あ、やばい、オッケーオッケーオッケー、ダウンしよう、オッケーオッケーオッケー、全然いい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 。さあ、オッケー、それ使った、オッケー、吹っ飛ばせ、でかいでかいでかい。でもホークガトリング来んな、どこ行った、ホークガトリングは。ホークガトリングって言っちゃったもんね、強いから。さあ、オッケーオッケー、それがオッケー、ナイスナイス。ちょっとわからんわからん、逃がすか、おでんを、おでんを逃がすな。いや、マジでおでんやばいって、ちょ、マジで本当に一瞬でぐらい行くからさ、こいつ。お、話してくれた、ラッキー、やばい。ウソップ嫌いだわ、やっぱりウソップ対策してきても結局これうぜー、めちゃ腹立つー。まあいいだろう。さあ、オッケー、とりあえず後部狙うか。じゃあ、うわー、でも結構ダメージ入んないね、やっぱ。
ああ誰誰誰やっぱ誰やっぱ誰嘘嘘嘘。オッケーでかい吹っ飛ばせ。ちょっと足りない。お吹っ飛ばない特性が効いて。オッケーそれだけ。ソロだよね、それしかないよね。ルフィの方にパンチ。オッケー、あルフィの邪魔してたか。さあさあオッケーオッケー。うんうん、あおでんね。さあ逃がすか。これ意外と短いよな、長く見えて。オッケー、はいはいはい、意外とね若干足りないよな。まあまあいいでしょう。さあ吹っ飛ばし効かないと言っても自陣じゃないとさすがにねまずいんで。さあ、あーめんどくさいな、めんどくさいな。オッケースキル溜まったから、オッケーオッケーオッケー、ナイス追尾、よろけないからね。オッケー、その間に裏が取れてしまう。オッケー、めんどくせー、なんかゲッターってそう。あじゃあさすがに。オッケー、さあいいよいいよ、ウソップをこんなに相手している。さあオッケー、さあいいよ。オッケー C 地点と、あオッケー裏も大丈夫、間に合うか。うっ飛ばせ。オッケーでかい、あこれ味方か。逃がすかよ。オッケー、あーめんどくせえな、めちゃめちゃマジでめんどくさい。あのこれこっち来るパティーンじゃね。オッケーオッケー、あっち多分大丈夫っぽいから、あ行こう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 、オッケーオッケー、早く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 、やべやったわ。守ろう、ここ守ろう。オッケー、もうここ守ろう。ここ守ろう、ここ守れば勝ち。最後なんか閉まんない、なんか閉まんないけど、閉まんない。勝ちだ、やったー、ありがとう。